3.6街歩行者用標識3.6街は北海道旭川市にある歓楽街3.6、3.6街、三六街、三六、三六街とも表記されるほか単に三六とも呼ばれることも多い。千点を超える飲食店が一体にひしめき華やかなネオン街を構成している。3.6街はあくまでも通称名であり、 正式な住所を表すものではない。名前の由来としては、旭川市三条通り六丁目を中心とする一帯に歓楽街があることから自然発生的に3.6街と呼ばれるようになったというのが最も有力とされている。実際には二条通五条通りの五丁目から八丁目の広い範囲に飲食店が広がっている。 なお、3.6階では山上通り6丁目以外の飲食店に疎外感があることから、ひらがなで三六街と表記されることがある。3.6階を南北に貫く、昭和通りの中央分離帯には、ツインピラーという2本のイルミネーションタワーが建っている。ピラーは3.6階名物、カクテルにちなんで、カクテルグラスの形状を模しており、人と人とが出会う場所。 男と女が出会う場所という意味合いを込めて2本のタワーが建てられたものである。オレンジ色と青緑色に輝く2本のピラーは3.6街のランドマークとなっている。昭和通りと山条通りとの交差点が3.6街の中心で人通りが最も多い。なお、昭和通、山条通りだけでなく、2本の中通にも飲食店が数多く存在する。 毎年3月6日を三独感謝の日としてイベント参加店舗において何千円ポッキリ特別飲み放題という企画が行われている。毎年8月上旬に行われる朝日川夏祭りと連携して開催される3.6外祭大のイベント。歩行者天国となった路上に多数の露店が立ち並ぶ。また、朝日川ラーメンフェスティバルもこの祭りと連携して 開催されている。3.6外界隈い及びその周辺を会場に90分間で5点を回り、お店の新規開拓や出会いを楽しむイベントが開催されている。JR 旭川駅から徒歩7分ほど、中心部にあるホテルからも近い。また、平和通会物公園とも隣接している。ありがとうございます。